はい、あ、お疲れ様です。お疲れ様です。なんか桜井さんの義理の妹さんがそう YouTube を見始めたと。そう、手ぶれがひどい俺そうです。そう、それでピンク色のキャップ可愛かったって言ってた。ああ、そう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 。いや、もうキャップが今日もうやっとでこういう重機が来ましたので。あ、いいね。まあ合計100万ぐらいだで、探す時に万が一このポタッと落ちたら、うん、お金です3秒ルールはありなし。3秒ルール、まあ、僕が見てなければ OK です。僕が見たらダメです。審判に見つかったらダメ。ピーってこう、はい、分かった。それで一応全部3300円税込み、はい、で高いやつはこっちに置きます。ああでこっちは特に安すぎるので。ああそうなの、ね。まあ、これを混ぜてもいいんですけど、うん、これ1200円なんで。はいはい、これを待っちゃおうかな。ということで今日この名古屋の住所はですね、まああれからイカだ、イカが来ました。スプラトゥーンかゲームね、あの色のやつですね。そうそうそう、田中さんがやってるこのイカが入ってきた。ちょっと一回そこでスプラトゥーン大会したいんだけどね。いや、できるんですか。できるよ。あ、俺家からスイッチ持ってくればね対戦できる。おお。あ、それちょっとシムワークスとやろうか。おお、スプラトゥーン大会。うちの娘がめちゃ強いからちょっとお菓子を餌に連れてくれば、はい、そう秘密兵器がうちの娘だから。まあピルもでかいし、そうちょっとやろうか、いつかね。いつかそう企画しよう。夢は願えば叶う。そう、なんそう、あ、なんだっけ。何も言ってない。開封、フレーム入ってきたんですよ。おー、ドッポ ATV、 いい、ね、ドッポね、あのベージュっぽい。それでまあ一緒に部品も頼んだのが、それも入ってた、はいはい、それにつけるやつなんだ。いや、これはちょっと違う。あ、違うね。スーパーヤミー、これ、お、やった。なんかドッポがなんか微妙にマイナーチェンジしたらしいですよ。へえ。それ僕昨日電話で聞いて、あ、そのじゃあそのフレームが入ってるの。そう、マイナーチェンジフレーム、チェンジ後。おお、多分日本初公開です。え。あ、そっか。なんか今まではヘッドにバッチがあったんですよ。うんうんうん。それがどうやらピーってなったらしいです。ピーってなった、ピーってトギャララになったらしいです。へえ。これでポンポン勉強になりますね。ちょっとこうやって送ればいいですね。宙に浮いとるんじゃない？宙に浮いてますね。あ、今ちょっとかっこいいですね。カメラをちょっと慣れしちゃって。で、なんとこれあのクリス・キングのあの新しい色のパープルで全部組みます。おお。ハブ、ヘッドセット、BD。いや、いいねそれ。しかもブレーキも、ブレーキはポールのパープル。ああ。キャリパーもパープルでいきます。夢の一台。夢の一です。ああ、夢の一台。ドリームバイク。いいね。いや、これは本当にもういいですよ。はい、それはいいですか。軽いこれ。ちょっと、あ、軽いですよね。軽い、軽いですね。え、まあフォークがないからか。ああ、でも、ああ、この色ね。ああ、なるほどね。こうやって梱包するのね。あ、いいなぁ、そのあれ。これいい、軽い、これ。ちょっとじゃあ開けてみましょうか。ちょっとヘッドバッチ俺だけ見よう。あ、で、別に薄してもいいのか。薄してもいいか。なるほどね。このサランラップがいいのか。あー、これが肝か。コストコで。おお。おお。これのコスト。どうやらコストの関係って言ってますし。ペイント？ステッカーでクリア吹いてますね。あ、本当だ。いや、これすごいな。こうやって日本製なの？その辺がね。なんかマウンテンバイクはアメリカ。ああ、やっぱそうだよね。調べてみようか。いやー、わ、ネジが。え、しかもこれなかったよね。あった？いや、僕初代見あんま見てない。ちょっと昔のか。軽いですよこれ。いや、ないよ多分。ないですか。
ボルトが、ボルトがほら、ブラックです。本当だ。しかも肩がない、肩がないっていうか、なんで。ああ。うわぁ、かっこいいこれ。うわ、ここ、かっこいい、ここ。あなんかラピュタ出てくるあのロボットみたいな感じ。ああ、巨神兵、巨神兵。巨神兵。あ、スルーはくすぐ付きですね。おあ、スルー。エンドもありますね。これなんか多分パラゴンマシンワークスって、まあ、エンド屋さんがいるんですけど、うん、多分それだと思います、これは。シングルでもいけない。いや、いけないです。はい。おぉ、ちょっとフォークを出してみましょう、フォークを。こっち、こいつけどな。ドッポをググってんだけど。ドッポ、一人で歩むこと、一人歩き、自力のみで物事に飛び組むこと、そうです、ね、並ぶものなく優れた様子。うん、でも岡山の地ビールでドッポってあるんですよ。あ、岡山空港行ったらドッポってビールがあります。ドッポ ATB。 なるほどね。かっこいいっすね。ハンドメイドインジャパン、ドッポ。ATB はそう、日本らしいよ。なるほどね。読めよって話か。声出して。俺が一人で黙読してるんで。なるほどね。一緒の色で。そうですね。あるんだ。あ、もともとついてるのか。へえ。あ、やっぱついてないよ、あれが、これが。あ、あの昔のやつですか。昔の。あ、ついてる、ごめん。何もない。あ多分。どこか日本製か。あ、タンゲって書いてます。多分タンゲっていうチューブを使ってるんでしょうね。あ、うん、書いてあった。タンゲ社製クロモリスチールチューブセット使用、高い剛性のマルチパーパス、フロントフォークは付属、軽量で強度の高いティグ溶接、パラゴンマシンワークス製ドロップアウト、142mm、12mm、160mm ディスクローターまで使用か、フラットマウント、もろもろ。ということで、ドッポ注文できますから。はい。いいね。これいつできるかですね。ちょっとパープルのハブ、まあちょっと今回はその、まあ、多分フリースキングちょっと時間かかりそうなので、うん、ひとまず僕が部品貸して、ああまあ先にちょっと乗りたいよね。乗りたいですかね。あれ、ハブにスイッチがあります。パチ。はい。電気つけましょうかね。はい。こういうもう。どれか貸そう。 700C だったら貸しますよってなって、 700C 以上貸そうと思います。ああ、先にね、乗れるのもかっこいいな。フラットマウントだな、やっぱりスグアクセルは。え、今全部フラットじゃないの？まあでもほとんど 90% フラットマウントっていう形式ですね。ええ、じゃないとなんかその STI レバーとちょっと相性が悪いんですよ。なんかああ。ちょっと裏、なんか大人の事情ですけど、油圧ブレーキが。いや、こんだけ広いですからね、これ、幅が。なんでも入るね。フロント狭いの？フロントダウンなのかな？これ、この大丈夫？まあ、一緒。一緒。一緒。あ、でもタイヤが何ミリまで入るって書いてあったよ。タイヤは 27.5 の 2.2 ミリです。2.2 ってことはどれくらいだろう。タイヤクリアランス、はい、700C 43mm、 650B 55mm、 55ってことは 2.2 か、うん、そう、このC とか B とか俺統一してくれやって思うのは俺だけな。 700C とかインチとかさ、あ、もうややこしいですよね。ね、うん。あまりその辺を深入りしない方がいいかな。業界から消されるかもしれない。そう。沈められる。宇品港に沈められる。演技でも、ね、今のね、あれがね、作戦ですかね。今度そこでですね、何でしたっけ、デスマッチ。金網デスマッチが行われる。5月、5月5日。5月5日。聖地が違った？いや、僕思ったんですけど、うん、
海入れないんじゃないですか。いや、多分ね、あの、砂場入れないと思うよ。ですよね。うん。だから、デスマッチしかできない。こうやって。そう。登って通報されて怒られるっていう。でも、登って、まだいいんじゃないですか、大丈夫。いや、わ、まあ、かんないけど、っていうか、あんなの意味ねえだろうとか思うんだけどね。まあ、まあ、言うちゃいけん。言っちゃいけん。なんと、今日なんかね、ニュース出てますけど、なんか960億円、億円ぐらい経済効果らしくて。サミットで。そのうち、400億円が警備です。ああ、じゃあ警察が儲かるんだね。警察とかさ、宿泊とか。あ、でもそのお金って誰が出すのって。税金です。で、しかも僕らの仕事的にむちゃくちゃめんどくさいことがいろいろ起こってて、物流が止まるんですよ。ああ、そうです。あの辺、あの辺で、はい、うん、そう。仕事がね、はい、めんどくさいんですよ。物流がどうじゃこうじゃとか。ああ、じゃあそれは、それ経済効果どころか損失になるんじゃないですか。まあ、そうよ、そうよ。だから松田も休むじゃない。あ、休むのよ。はい、はい、はい。4連休ぐらいするんじゃなかったな。4か5。なんか奈美ちゃんの会社もどうしようかって思って。いや、で、そう、小学校も休みだし、そうですよね。広島の、多分この辺の、学校あっても給食がないとか。ああ、なるほど。そう。あのね、そう。なるほど、そういうことです。なんか昔見たお父さんみたいに文句しか出てこないみたいな。テレビ見ながら文句言ってるやつみたいな、ね。それはもうそういう人って証拠ですよ。そうなんだ。大人になった証拠だね。子供の時そんな分かんなかったよ。分かんなかったよね。そうそう。らしいよ。そうやってね、みんな大人になっていくんだ、ね。そうそう。ってことで。いやー、かっこいいっすよ。これヘッドセットがこうパープル、パープル。いいね。パープルで、こうパープル。で、ホワイトインダストリーズ の, チ ェ, あのチェーニングクランク。ああ、で、ポールの。ポールのクランパー。わ。で、あの、クリス・キングのあの、パープル。ああ、もう、いいですね。で、本当はステムと、シートボスもありますよって連絡したら、そこはさすがにいいですよ。まあ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 、まあ、これステムか。パープルで、いや、もうそこまでいったらやっちゃった。まあ、それかブラックでポールにするとか。今回、まあ、トムソンでやるんですよ。まあ、それでもいいもんね。いや、もう結構な、いきましたよ。ドリンクよね。いいなぁ。いや、羨ましいですね。で、リムがベロシティして。あ、だから、本当にもう、シムワークスさん、サマさんもいました。ああ。いいね、それ。あと何だっけ。あとは、フラットバーで組むのか、フラットバーで。なんかベロオレンジっていうブランドのちょっとフラットパーっぽいこう曲がったやつで、ちょっとスイープしてるやつ、なんか角があるやつどうってあるんですよ。へえ。で、まあコンセプトはなんかおじさんの街乗りバイクです。まあいいよね。普段乗りバイクです。いいよね、普段乗り。夢がある。夢がある。だから言ったんですよ、いやそこまでやったらちょっと気楽に乗れなくないですか。いやでもまあね、でもいいよね。いやめちゃくちゃいいですよ。めちゃいい。そういうのでお菓子が乗ってもらえれば。そうだね。でタイヤはブラックにして、うん、基本まあブラック系でちょい悪っぽい感じでいきます。いいっすね。いいっすね。かっこいいな。やっぱもうさ、最近ロゴとかデザインをすげえ見るんだけどさ、やっぱかっこいいよな。今プロレスレーシングから出しますか、フレーズ。もうわけわかんないですけど、まあ、プロレスレーシング何かというと、まあ、架空のレーシングチーム。そう。でその、まあ、アイテムとか売って、その売上金で F1 を買収するっていうコンセプト。まあ計算したら、調べたら F1 チームは大体900億円年間かかります。年間だね。オッケーオッケー。いやー、結構。いやでもステッカー何枚売るん。いや、ステッカー足りないです。でも印刷会社も買わなきゃダメですね。そうそうそうだね。なんかそれまた別のあれでやりましょうか、プロレスレーシング。そうだね。ちょっとまあいろいろあの話したいこともあるし、それに関して。そうですね。あるある。あ、まあまあ車の中でもいいし。まあ明日の中で、うん、明日の居酒屋でもいいし。ああ、居酒屋だとちょっとあの多分あいろいろ音響的なものがちょっとゆっくり。いや本当今日明日のためにちょっと無理していいカメラでも買いに行こうかなと思うんですよ。ビッグカメラに。ちょっと待ってやってこう。撮るように。撮るように。やっぱね、しまなみ海道は多分みんなさんの人生のハイライトになると思うんで、そこでいい映像撮りたいなと。そうだね。まあ、あと1週間あるんで、絶対面白いですからね。いいよね。楽しいよね。はい。そう。あ、あとそうだ、ステッカーできたんで。ステッカー。それだけ。ステッカー。プロレスレーシングのプロレスシクロクロスのステッカーができましたので、
買ってください。欲しい人は買ってください。時価ですよね。時価。時価。値段はアスク。一応岡山にも持ってこよう。ああ、いいですね。はい。じゃあ、開封動画でした。はい。まあ、新聞ワークさん。また完成したらまた、まあ、新聞ワークさん、CWD さん。ああ。完成したらまた撮りますので、チャンネル登録、あとは、もし僕の YouTube チャンネル知らないお客さんがいたら、ちょっと面白い自転車あるよみたいな紹介お願いします。お願いします。お願いします。ちょっとやっぱあれだな、スプラトゥーンでシムワークスをぶっ倒そう。それなら倒せますか。俺もやってないからな最近。娘がどんだけ来てくれるかどうかです。それだから広島中の、はい、あのちょっとゲーム、あ、高校生とか多分強いんじゃないかな。ちょっとヒアリングしよう。若者が強いからそういうの。そうです、ね。じゃあスプラトゥーン、そう。スプラトゥーンか。そう。なんか新しいの出たんですか、あれ。3がね、ちょっと前に出た。でも一回もやってないの、俺。そう。あれはなんかちょっと前テレビ見たのは、うん、まず自分の陣地を確実に埋めていくんですよね。そうそうそう。あ、でも結局はこの試合だから、相手をどんだけ殺せるか。やるかやられるか。4対4なのね。チーム戦。そう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 。チーム戦は。そう。あ、もちろんそれはオンラインできるじゃない。できるできる。わで、チーム作って、それをなんか仲間内だけで記号を入れて、はい、そこに集まってできるのよ、はい。チーム、こっちのチーム、広島チーム、ー名古屋チームで4-4でできたり。いいですね。そうそう。ただ、スイッチが4台いるっていう。あ、そうなんですか。そう。4台。あ、スイッチってこれなんですか。いや、一個一個なのよ。だからね、そう、画面一個で一人しかできないの。そうそうそう。4台買おうか。え、これじゃできないんですか、これで。これできるよ。え、1台入れて、あ、画面入れて。そう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 。あ、なるほど。じゃあ別にここになくてもいいってことですか。あ、なくてもいい。Wi-Fi があれば。あ、そうだ。それで、そうだ。誰か、スプラトゥーン強い人募集しようかな。あの、コメント書いてください。ここに来れそう。そうそうそう。あ、ここに来れそうじゃなくても。あ、その日に、こう、エレファントチームで、あ、プロレスチームでやるよっていう。もういいですね。人いれば。いいですね。多頭シムワークスで。え、あれ、何円ぐらいですか。スイッチ自体は多分今3万ぐらいかな。そんな2万5000円かな。で、ソフトが、7、8000円する。わー、じゃあもう3万仕事か。そう。うちには1個ある。あ、俺2つ持ってるわ。何ですか。え、僕用と子供用2つ持ってたね。あ、2個買えない。あ、2個買えない。そう。でもまあまあ他の人が、あ、だから、あ、だから2人はできるよ、ここで。ああ、はいはい。そうそうそう。そっか。まさかの俺が2個持ってたって。忘れた。ついつい忘れた。はい。ということで、はい。どしどし。応募してください。スプラトゥーンですね。スプラトゥーン。スプラトゥーン、はい。はい、また20分経ちました。あ、はい、いや、終わりです。はい。はい。